EV インテル。トスは、佐賀県トス市、福岡県筑紫野市などを拠点に活動する、社会人、サッカーチームである。本項目では、トップチームのほか、クラブの運営母体となった、エフトススポーツクラブと、女子チーム及び CD ベンラーセ福岡について記す。2005年に発足した、社会人、クラブ、レアルフューチャーズ FC を母体として、2014年から、 FC トスとして活動開始。2015年にはクラブ創設2年目で佐賀県社会人サッカーリーグ一部で初優勝を飾ると翌2016年第96回天皇杯佐賀県代表を決める佐賀県サッカー選手権大会の決勝で佐賀大学サッカー部に勝利しクラブ創設わずか3年で初の天皇杯出場を手にした。 2017年より運営法人を一般社団法人へフットススポーツクラブに変更。2018年にはチーム名をエフトブルス FC へ改称した。2020年2月、地区法地区社会人サッカーリーグに所属する CD ベンランセ福岡と合併し EV インテルなしをなるとしてチームをリニューアル。チーム資格はエフトブルスを引き継ぎ、 実質的な吸収合併となった。なお、エフトススポーツクラブ、ベンラーセもに公式サイトの更新が2019年末で停止しており、EV インテルナシオナルの公式サイトもトップページ以外は制作中となっており、現在の総合スポーツクラブとしての活動状況は不明。2021年2月、チーム名を EV インテル、トスに解消。 2018年現在、チーム運営事業として、サッカートップチーム、サッカー女子チーム、サッカー U-12 チーム、ハンドボールチームを行っており、その他、スポーツ普及事業として、サッカースクール、子供対象のスポーツスクール、生涯スポーツ推進事業として、バドミントンチームを運営している。また、これら全てを一般社団法人へフットススポーツクラブが、 行っている。2018年4月に、元プロサッカー選手の渡辺良太氏が、スポーツ用品量販店の販売員らを集めて、発足させた総合型地域スポーツクラブの中の、サッカークラブ。チーム名の、ベンラーセはスペイン語の、ベンデドールと、ベンラーセを掛け合わせた造語。リーグ戦天皇ハイスタッフ選手、チームカラーユニフォームスポンサーユニフォームサプライヤー。 歴代ユニフォームスポンサー年表、エフトスレディース FC は、福岡県紫野市をホームタウンとする女子サッカークラブ。2017年2月にエフトスレディースとして、創設、2018年よりエフトスレディース FC へ、改称した。チームカラーユニフォームスポンサーユニフォームサプライヤー、歴代ユニフォームスポンサー年表。ありがとうございます。